ご覧いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録並びにグッドボタンもよろしくお願い申し上げます。本日も作業頑張りますのでよろしくお願い申し上げます。本日もご覧いただきまして誠にありがとうございます。本日はですね、リュウちゃんの田舎暮らし、いつものごとく、草刈り作業になるんですけども、前半戦がですね、寝台は RM3025 ですね、3025 30センチロングパイプ、それから後半戦がですね、同じく寝台は RM3027 ですね、これが15センチロングパイプですね。この2機種を使って本日は、草刈り作業を行いたいと思います。それで、あとは何かなかったかな。今日はですね、途中高度を少し長めに出して、どちらかというともう表面を長い高度で表面をサラサラサラといくというような感じですね。それで、本日はそのような感じで頑張ってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまた後ほどお会いいたしましょう。ありがとうございます。ただいまより草刈り作業に移りたいと思います。本日も頑張りますのでよろしくお願い申し上げます。なお、チャンネル登録並びに高評価ボタン、グッドボタンもよろしくお願い申し上げます。
やはりこのメガネは曇ってどうしようもならないですね。この Ray-Ban のサングラスでいきます。
ただいまより草刈り作業に移りたいと思います。本日も頑張りますのでよろしくお願い申し上げます。なお、チャンネル登録並びに高評価ボタン、グッドボタンもよろしくお願い申し上げます。
Oh.
Mm-hmm.
本日もご覧いただきまして誠にありがとうございました。本日はですね、前半戦が寝台は RM3025 ですね。それで、後半戦が寝台は RM3027 ですね。27の方が15センチロングパイプ、それで3025の方が30センチロングパイプですね。それとあれですね、マキタのあのハンディチェーンソーというんですか、あれをですね、もう約10日ぐらい前なのかな、10日ぐらい前にですね、マキタとか廃工機とか、まあいろんな会社の展示会があってですね、電話があって、龍ちゃんすいません、展示会にぜひお越しくださいませんかって言ってですね、もう何も買うもんはないよって言ってですね、ほんでスチールの草刈り機はないんですけども、他の草刈り機とかいろいろまたありますので、また見てくださいって言ってですね、ほんで行って、まあ草刈り機は買わなかったんですけども、あのマキタのハンディチェーンソーですね、あれのなんとか 150D というやつですね、なんかバーの長さが15センチぐらいになって、まあ、もう何ヶ月か前に登場していると思うんですけども、それをですね、本当は廃工機の、あ、なんていうんですか、廃工機のハンディチェーンソーはないかなって思ったんですけどもですね、電池がちょうどまだ8個ぐらいあるもんですから、廃工機のハンディチェーンソーみたいなのがあれば最高だけどなって思いつつ行ったんですけども、廃工機さんはまだハンディチェーンソーまでは行き切ってないですね、あのなんていうんですか、ちょっとした普通の電動チェーンソーのワンランク下の小さいやつですね、やっぱりこう両手で持たないとちょっと片手じゃ重たいような腰にも下げられないなというような感じですね。で、マキタのブースに呼ばれて、じゃあ、ハンディチェーンソーがいいのが出てますよ。それで、今ちょっと名前は思い出しません。なんとか、150D だったかな。あれが、だからバーが15センチくらいありますから、結構、大概のような切れますよってですね。それがまたですね、ハンディチェーンソーだけ買えばいいんですけども、電気と充電器ですね、充電器が、うち
が揃ってないもんですから、もうそれをですね、またその、電話をしてぜひ展示会に来てくださいってですね、言うた本人がたまたま来て、ゆうちゃんハンディチェーンソーどうですかって言ってですね、ハンディチェーンソーが欲しいだけど、まあ来たのは全部揃えないかもねって、私はいつもあの電動工具なんかを買うときには必ず本体プラス電池2個は最低つけんなダメだよって言ってですね、それで秋田のハンディチェーンソー 150D だったかな、なんとか 150D、 その本体と、充電器を2個、それから充電器を1台ですね、それとあのこの腰に下げるやつですね、あのなんていうんですか、まあ、収納袋というわけじゃないんですけど、腰のベルトにつけてハンディチェーンソーをパッと刺す。でまたその牧田さんもですね、まあこれはちょっとまあ悪口じゃないんですけども、展示会をするんだったらですね、できればそのこのあのなんていうんですか、ハンディチェーンソーをスッと直すホルダーをですね、やはりこの10個ぐらいは持ってこんなんですね。私が初めて去年で売れたケースはですね、リュウちゃんが今1代目ですですね、でそのケースはいつ来るとかってちょっと見てですね、またそのですね、牧田さんもそのやはり展示会をするんであれば堂々とですね、やっぱりこのホルダーも10セットぐらいは多いとかなんですね、まだ未だにまだ来とらんですよね、欠品欠品って何が欠品やかわけは分からんですけどですね、もうそうかさってもまだこんちってですね、ダメだこれやってな。ですのでやはり、牧田さんもそういうのを展示会をですねバチッとするんだったら、やはり人揃えぐらいはですねバチッと揃えとかんなですね、我々みたいに楽しみでこうてよし今日から使えるかなって思ってもですね、腰に下げる部分がないからわざわざ車に取りに来ないかんということですよね。まだ、皆様にご紹介せんないかんがって思っても10日辛抱しとですけどですね、まだ来んですよね。これがまあ牧田の悪い点ですよね。展示会をするんであればやはりお客様が満足のいく品揃えをひとかんないかん、ハンディチェーンソーばかり持っていけば売るったかって急いじゃいかんですね。だから牧田が売り上げがちょっと下がってきているというような噂も聞いておりますけども、そういうところがダメだということですよね。そういうことはもうせん方がいいですよね。うちなんかもやはり買う方はやっぱ楽しみで、おハンディチェーンソー買おうかなって、そういや中華製の1万円1万5千円のそういう品物じゃないからですね、まあ、150D と充電器と電池を2個、それからホルダーですね、まあ、これを軽く計算をしてもらえば1万円で買えるのか何万円で買えるのかというのをですね、まあ、皆さんが大体分かってらっしゃると思いますけど、それでまだホルダーが来ないということですよね。ですので皆様に本当はこういう感じですよというご紹介をしたいんですけども、ホルダーが来んことにはですね中途半端なご紹介になるなと思って、まだ電池をですね、充電池を充電2個しただけ、それではめて回るかなとテストをしただけですね、まだ1回も使えない状態ですよね。まあもう使ったのをですね本当はこう使いまくってご紹介すればいいんでしょうけども、やはり皆様に最初は新しいのをご紹介したいなと思ってですね、もう10日待ってますよね、参りましたね、この牧田さんには。だなんとか 150D というやつとですね、充電器、充電池、そういうのはゴロゴロ転がってましたけどね。それで、リュウちゃん箱はいりますかって、もういつもの通り箱はいらないですかって言って、まあ、箱はいらんよって言って、牧田の袋に詰めてもらいましたけどね。それと、まあ、そのお詫びなのか、何なのか、なんか、牧田の、牧田というマークが入ったですね、なんていうんですか、タオルとかなんか、5つ、6つぐらい入ってましたね、別に袋に。こんなに買ってないんだけどな、でもね、思いましたけども、なんか、タオルとかなんか、いろんな品物が、5つ、6つぐらい入ってましたけど、まだ開けてみてませんけどですね。ですので、やはり牧田さんもですね、そういうところをですね、
欠品欠品じゃいかんわけだよね。どうせカタログに載っちゃうわけだから欠品じゃいかんという思いますけどですね。だから買う方にしてみればがっくりですよね。人それで揃うのかなと思ったら、ホルダーがちょっと、欠品しておりますので後日ご連絡いたします。後日はですね、もう10日ですからですね、これには参りましたよね。だからこの牧田さんももうちょっとそういうところ力を入れんねえかんですよね。展示会をするのにワンセット揃わんちゅうのがですね、ハンディチェーソーの分はですね、何台かこう積んでありましたけど、箱に入ったのもですね、まあ、これがいかんかったですね。うちはどっちかというとやはりワンセットピシャッと揃わんな気が済まんタイプですので、やっぱりこういうのが、まあ、愚痴が出ますよね。展示会をするのはいいんだけども、ホルダーが揃わない、それじゃあ何の意味もないというやつですね。まあ使えないことはないんですけども、皆様にご紹介するとにですね、つくまくったのをご紹介するよりは、まあできればこういう感じですよというのをですね、ご紹介したいなと。もう10日待ってますよ。まあいますよね、牧田さんにも。それなんこんなのもうハンディチェーンソーも一時販売中止をすればいいんですけど、我々みたいなこういうタイプはやはりこのワンセットをきれいに揃わんな気が済まんタイプというのはですね、こういう時がのさんですよね。だからまあ今ここに2台投げてありますよ、袋に入ったまま。まあ投げてありますよって、まあその無造作に投げてるわけじゃないんだけど、まあその投げてますよね、後ろに。だからまあ皆様にご紹介してからぼちぼち使ってこういう感じですよというのをご紹介せんないかなと思うんです。これなんか今回ですね、日中もさっちもいかんということですよね。まあそう本体だけ紹介すればいいんじゃないかなと思いますけど、まあ私のこの性格でですね、本体と充電池と電池を買いましたというのはですね、この許されんタイプですもん、どうしようもならんですよね。ですのでできればまあ早くこの牧田さんはですね、まあそういうところを改善せんないかんですね。ハンディチェーンソーですね、草切りをしながらハンディチェーンソーをこぎ紐でぶら下げるわけもいかんしですね、これでホルダーはいつくとか、じゃあ後日来たらすぐご連絡いたしますというけども、そ後日がですね、まあ、来たの後日というのは10回6回8回6回って、まあ、ピンタを抱えますよね。商品はいいと思いますよ。なんか遅延の刃がですね、自動でカチャッと調整ができる、一度の中こうネジで、チェーンソーを緩めないか、払わないかとかですね、それがないかですね、あれは。で、それでまあ右手で持ってもスイッチが押せる、左手で持ってもスイッチが、安全装置がですね、ロックが解除できるというような、こっちもロックが解除できる、こっちに持ってもロックが解除できるというような、あまり話をすればですね、面白くなくなりますので、まあいいですよ。使ってませんけどいいです、感じ的に。ですので、まあ、北さんにですね、一言物申すとなれば、やはり販売力を強めるためにはホルダーだろうがグローブだろうが、マキタという名前が入っている以上はですね、ピシャッと揃えて、展示会はどこであるのか、やはり、ハンディチェーンソーを買われる方は必ずホルダーを欲しがるはずだという最終目的をですね、達成するためにはやはり展示会イコールハンディチェーンソー、ホルダー、電池もバッチリ揃えます。今でも在庫があってお買い求めいただければ、今すぐお手元に取ってお帰りいただけますよというようなですね、販売せんなダメですよね。後日来たらって、後日がもう10日ですからですね、これ牧田さん、あなたの後日は10日か20日かって言いたくなりますよね。まあこれは悪口じゃなくてダメだっていうことですね。ホルダーは欲しいんだけども、ホルダーが来んことにはですね、話にならん。牧田の後日は10日が後日か、まだ連絡も来てませんからですね、連絡してみようかなと思うんですけどですね、だから牧田の販売方法もですね、もうちょっと痛ましい連絡ですね。展示会人にホルダーは今欠品中です、それ何の話よっていうことですよね。展示会人ならホルダーもピシャッと揃えてですね、まあ、
各全国各地で、なんていうんですか、販売をするわけだからですね、そういう展示会などをするんだから、その展示会をあるたんびに、そこでホルダーまで10セットぐらいは揃えて展示会をせんなんですね。我々みたいな、私みたいなんですね、我々じゃなくて私みたいな、1セット揃わんな気が済まんというタイプの人間はがっくりきますよね。ですので、やはり牧田さんもそういうところをですね、もう少し細かいところを、追求せんないかんですよね。後日が牧田は10日か15日か20日かって、まあ、楽しみですよね。後日って言ったのが3日後なのか、もう3日も過ぎてもう10日ですからですね、参りますよね。ですので、やはりこの販売方法をですね、もう少しバッチリせんないですね。展示会はするのはいいけど、欠品って言ったりですね、人は相手の専攻なんですよね。最初は廃校来たのですね、可愛いお姉さんがいつもお世話になっておりますって来たんですけどですね、最初はくっちゃべて、最後にハンディチェーンソーは廃校機は出してらんかったわけって言ったらですね、ありますよって言ったから、おいよかったと思ったんですよね。ただそのハンディチェーンソーはハンディチェーンソーでも、普通のこういう両手で掴むやつの一番小さいやつやった。なったわけですよね。いや、お姉さん、ハンディチェーンソーじゃ片手でもってちょって回すのがハンディチェーンソーだよって言ってですね、まあ冗談を言ったんですけども、それとあと配合機の冷温倉庫ですね、あれもちょっと言って帰ってきました。あ、冷温倉庫じゃなかった、充電器をつけて扇風機ですね、あれも 100V にさせたら熱を持つよ、ああ火が出るんじゃないねとかですね、それとか配合機の扇風機の充電機能がついてなんかいかんな、あれは充電機能つけないかんねっつって、ね、いろいろ話をして、私は配合機しか買わないんだからね、頑張ってよっつって、すぐ今度は牧田のブースに行ってハンディチェーンソーを買いましたけどですね、多分そのお姉さんは、あの人は配合機しか僕は買わないんだよって言われていたけど、牧田のコーナーに行ってハンディチェーンソーを買いやがったなって思うかもしれないですけどね、それはもう配合機さんが悪いわけですね、ハンディチェーンソーを作っとらんからね。まあこの展示会には参りましたね。買ったのはいいけどですね、人それそれはあんもんだから、まだこの後ろの荷台に風呂に入れて投げたんですよ。参りましたよね。まあ来たの後日は10日なのか20日なのか楽しみだなと思ってですね、皆さんいろいろこの牧田が投稿とかいろんな YouTube で話をされてますけど、やっぱりこういうのを言わねえかんですよね。欠品をしたらいいかんですよね。まあせめてですね、そのハンディチェーンソー100台作っとならですね、まあ50ぐらいはそのホルダーを作っておかないよね。はい、言えば何て言うんですか、牧田に似たようなハンディチェーンソーを中国製のやつを持っとる人が牧田を答えするわけだからですね、見た目が牧田で中身は中華製とかですね、だから我々みたいにこの1セット揃わんな気が済まんちゅうタイプはやっぱりこう辛いですよね。普通ならもう、ああもうハンディチェーンソーと充電器と充電池が2個あれば YouTube で動画を撮ろうかなと思いますけど、私はそこが許されないわけですよね。ですので、どんどんご紹介が遅れるっていうのは、またその販売店の方がですね、ゆうちゃんぜひまたハンディチェーンソーも YouTube で流してくださいねって言うのはいいんですけどね、ホルダーが今から流しようもない状況ですよね。参りました。まあ、本日はですね、ちょっと最後はちょっと、まあ、愚痴っぽくなりましたけども、愚痴じゃなくて牧田が悪い状況ですね。ハンディチェーンソー売るならホルダーまでピシャッと揃えとけってなるんですね。まあ、これ以上言う、あまり言うとですね、牧田ファンの方からですね、そういうこと言うなじあるけども、事実牧田が悪いということですよね。人にハンディチェーンソーはいいですよって言うとってですね、なんていうんですか、簡単に言う。ハンディチェーンソーはいいけども、ホルダーが欠品してますっていうやつですね。笑い話もならんですよね。料金も払ってあるんですけどですね、参りましたよね。まあ今日はそんな感じです。
で、それで本日のですね、草刈りはですね、リュウちゃん、ハンディチェーンソーを早く紹介したいのに、ホルダーが欠品で、後日、ご連絡いたします。その後日が10日なのか、もう10日過ぎましたね。もう20日、20日が後日なのかっていう、そのあたりがおもろい話になりますね、ということですね。ですので、本日はですね、ただいま、到着いたしました。また、マキタのハンディチェーンソーの方はですね、後ろに投げてありますけども、あとホルダーがですね、どこ四五千ソンじゃないですか、ホルダーが。まあ、そのホルダーがですね、ちゃんとこの、させて、ピサッと収納して、ブラブラ線するのかしないのかですね、そのあたりがまた面白い話ですよね。下手まくれば、どっかアマゾンとか、ああいうところでこの、販売されている、腰に下げるピサッとしたやつを買わんないかんのかな、なんか感じがですよ。私はそのしっかりは見てませんけども。ちょっとわかりません。ですので、まあ、北のですね、ホルダーが来ましたら、また、こういう風にして、ご紹介したいと思います。少しだけ待っとってくださいね。あま、まあ、北さんにですね、まだホルダーまだ来んとかって言えばですね、もういい。かわいそうですので、まあ、後日と言われましたので、今10日過ぎました。ですので、あと何日で来るのかな、というのがちょっと楽しみだな、って思っております。まあ、欠品って言うてるから、まあ、今作ってるのかですね。参りますよね。ということは、本日はですね、このような感じになりました。本日はですね、寝台は RM3025 30センチロングパイプ 25.7cc 約 26cc ですね。当たったかな。3025 23cc ぐらいですね。すいません。23cc ぐらい。30センチロングパイプ。それで、寝台は RM3027 26cc ぐらいですね。15センチロングパイプ。ですので、本日はその2機種。本当は相中にですね、あれは何ですか、寝台は RM3032 をですね、チップスをつけてやったんですけども、ちょっと動画を撮るのを忘れておりました。ちょっと興奮気味で。また本日はこのような感じになりましたけども、そろそろですね、おいとまさせていただきます。本日もご覧いただきまして誠にありがとうございました。では次回も頑張りますのでよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。さよなら。本日もご覧いただきまして誠にありがとうございました。次回も草刈り作業を頑張りますので、チャンネル登録並びにグッドボタンもよろしくお願い申し上げます。本日は誠にありがとうございました。